暮らしナビ、あなたの暮らしの応援団。皆さんこんにちは。 JA 暮らしナビ、あなたの暮らしの応援団、始まりました。お相手は JA 沢伊勢崎の吉田と梶塚です。よろしくお願いします。10月26日土曜日、 JA 暮らしナビ。この番組では地元の農産物情報や JA 沢伊勢崎の最新情報、暮らしに役立つ情報をお伝えしていきます。 JA 沢伊勢崎の吉田と梶塚でお送りします。なお、この放送は伊勢崎 FM では月曜日午後2時から、ラジオナナミでは木曜日午後2時から再放送しております。またインターネットサイマルラジオではスマホ、パソコンで聞くことができます。新しくオンデマンド配信も始まりました。詳しくは伊勢崎 FM の SNS をご覧ください。ということで、10月26日は実は柿の日です。今日は柿、果物の柿かこのイントネーションむずいっすよね。牡蠣と柿でしょ。あ、海と果物。そう、柿。木に石状の石って書く。はい、柿。はい、はい、全国の果樹研究会組織で構成する全国果樹研究会連合会の柿部会が全国規模で柿を PR して消費拡大、販売促進を図ることを目的に制定したそうです。はい、でその他に明治28年の10月26日に正岡子規が有名な柿食えば鐘が鳴る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 なり法隆寺の名句を生んだことにもちなんでるそうです。あ、もう日にちあるんですねこれ。正岡子規は日記とかいろいろ書いてるんで、この日に旅行行ってやったよみたいな全部載ってるんですよ。そういうことか。そう、これも確か夏目漱石と一緒にやったやつだから、その辺もちゃんと書簡残ってる。あ、そうなんですね。そう、めちゃめちゃいろいろ書く人だから残ってるそうですよ。あ、そうなんですね。はい、ちょっとね、一時期正岡子規にハマって調べたことあります。あ、そうなんですねそんな時期があったんですねそんな時期があるんですよ、人生生きてると何にハマるか分からないでしょ。ですね。ねえ、でそんなこんなで柿なんですけど、はい、あの柿って言ったらなんか庭によくなってるってイメージなんですけど、まあ、木がある人ね。ね、だからあの会社とかで結構もらうと、いやうちあるんですよみたいな。まあそういう農家のねお家とかとよくありますよね。うちは多分消えましたけど。うん、わかるわかる。あと干し柿にしたりね。ああ、私生の柿は食べられるけど干し柿ちょっと苦手なんですけど、梶塚さん干し柿食べられる人？うーん、ちょっと苦手。なんか柿ってなんとなくフルーツっていうちょっと疑問しちゃう。なんか私ちょっとあのザラザラ感がちょっと苦手で、一回パウンドケーキにして食べたらちょっとでも美味しかった。ああ、なるほど。そのなんか溶かすっていうか、そのミキサーでかけまくってピューレにしてやったら、うんうん、なんか風味はすごいいいなって思ったんですけど。なるほど。今度干し柿もらったらちょっとそれやってみたいなと思いました。はい、はい、皆さんも、ね、柿がちょうどね季節でそろそろなるかな。もうなってるところは早いけどね。うん、なんかブワーってね。そう、いきなりオレンジだってとこありますよねある、まだ青いなって思ったら違うところもうオレンジだってなってるから、ぜひ皆さんも柿食べてみてください。はい、この番組では皆さんからのメッセージをメールで受け付けています。番組の感想や楽曲のリクエストなど送ってください。メールの宛先は小文字でmail@fm769.com mail@fm769.com です。ベジタブルナビ、ベジタブルナビのコーナーです。今日のベジタブルナビではゴマについてお話ししたいと思います。はい、ね、私たちがお店で見かけるゴマ、まあ、そんな大きく分けて3種類のゴマがあるらしいんですけれども、はい、白ゴマ、黒ゴマ、あと金ゴマですね。ね、細かく分類すると世界におよそ3000種類あるらしいんですが、多いですね。セサミね、開けゴマとかね。そうですね。
割と使われますよね、ね、いろいろセサミストリートとかね。なんか案外英語で聞くと、え、セサミなのってちょっと思っちゃったけど、うん、ね、ごまは健康にいいからね。そうですね、まあ、そのごまの原産地はアフリカのサバンナ地帯と言われていて、日本には奈良時代に伝わってごま油のなどの料理として使われてきました、はい、で白ごまと黒ごまは外の皮の色が異なるだけ、異なる、あ、いや中身も違うんだった異なってごまの種類が違っても含まれる栄養成分に、あ、やっぱ大きな違いないんだ、あ、よかったよかった。金ごまがちょっと違うっていうのは聞きましたね。あ、そうなんですね。黒ごまは白ごまや金ごまに比べて脂質がやや少なめ、うーん、くらいかな。やっぱその黒の方が少ないんですね。そう、黒の方が少ない、やっぱ油の感じが、そう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 、あれなんですかね、白金の方が。だからその辺がごま油に使われるんかな。なんか太白ごま油とかあるじゃないですか。ある、あれだから白いんだろうなって、白いんだろうな。まあ、白ごま黒ごま金ごまの風味はそれぞれ特徴がある、うんうん、成分の特徴じゃなくて風味の成分、風味の特徴ですよね、はい、で食べるときは味の香りを意識してみてほしいってことなんですけど、白黒金ってちょっと食べ比べると多分ちょっと違うんでしょうね。金ごまってあんま食べない。金ごま、なんかたまにお菓子とかでね、金ごませんべいみたいなのありません？金ごまって言ったら、あの金のごまどれとかしか思わない。そういうね、あ、確かに金ごまなのか、それとも高いって意味の金のごまどれなのか分かんない。ゴールド、ゴールドね。確かに白ごまと黒ごまってちょっと違うよね。そうですね、なんかお菓子とかは黒ごま系多くないですか？わ、うんうん、かる。あとラテとか、うん、なんか飲み物になるのも黒ごまがやっぱ多い。わかるわかる。風味、やっぱあれですかね、香りが、香りがいいよね、立つ感じがしますもんね。そう、白ごまはすんなりくる感じ、うんうん、黒ごまは俺がごまだぜみたいな感じ。確かにちょっと主張強めのね、白はちょっとね、奥ゆかしいですよね、うんうん、はい、美味しいっすよねと思ってる。なんかごま油って香りがいいからついいろいろ使っちゃうけどさ、やっちゃいますね。美味しいよね。美味しい。で、そんなごまの皮なんですけど、皮はちょっと消化されにくくて、丸ごと食べるとそのまま出ちゃうこともあるので、栄養成分入れたいときは、あの煎りごまとかよりはすりごまとか練りごまの状態で食べる方がいいそうです。で、栄養成分やセサミンが消化吸収されやすくなるってことなので、はい、なんだろうな、よく噛んで口の中で潰すよりは最初から潰した方がいいよっていう感じ。なんかでもかけるときに、そのなんか最後にかけるとかだったら、うんうん、こうなんか指先で潰しながら、はい、こうかけると風味が立っていいとか聞くんですけど、だそれ毎回やるんですけど、はい、でもっとギュッて潰した方が、うん、栄養的にはいいってことですね。そうですね、軽く潰すっていうよりはちゃんと潰してあげた方が、うん、栄養成分が無駄なく食べられるみたいな。そうなんですね、うん、確かにね。ほうほう。でごまの成分って、まあ、半分以上が脂質、うん、で、不和、なんだ、なんて読むんだこれ、不飽和脂肪酸、はい、そうですね、リノール酸、オレイン酸、タンパク質、ビタミン E、ビタミン B 群、カルシウム、鉄分などのミネラル類を豊富に含んだ健康食品で、そんなごまに含まれるごまリグナン合ってる？ごまリグナン、ごまリグナン、まあ、セサミン、セサミノール、セサモリンを総称してごまリグナンって呼んでるらしいんですけど、でもセサミ類の名前なのに総称はもうごまになっちゃう。そう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 、ちょっと面白い。まあ、ナッツ類、ツナ缶、うなぎなどのビタミン E が含まれる食品と一緒に摂るとより増強されて食べられるので、へ、ツナ缶にごまを入れて食うみたいな、おツナマヨオンごまみたいなそんなビタミン E は抗酸化作用を持ってて、老化を抑えて若々しい状態を導いてくれるので、積極的に摂りたい栄養素ですよね、はい、なのでそういうビタミン E が含まれたものにはちょっとね、ごまをね一緒に付け合わせてあげるとよりいいよってことらしいです、はい、またセサミン、
まあ、ゴマリグナに含まれるセサミンにも強い抗酸化作用があって、老化防止や肝機能の改善、悪玉コレステロールを低下させ動脈硬化を防いだり血圧を下げたりするなどの効果があります。白ごま黒ごまどちらも大きな違いは栄養成分に大きな違いはないので、まあ、生活習慣病を改善させたい方は毎日すって食べてみるのがいいんじゃないかなとなんかごまをするはい、なんかすりこぎとすり鉢、赤い赤でなんかボトルみたいな、なんかでガリ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 ってやるやつ、あ見るみたいなやつありますよね。知らない。で昔そのなんか昔のおばあちゃんちみたいなところにあって、うんうん、確かでこの間それのガチャガチャがあったんですよ、でそれやって最近カリカリやってるんですけどちゃんと動くんだガチャガチャの、それガチャガチャの動くんですよ、それすごい楽しい。いいな。でもあったなと思って、昔なんかちょっと古い定食屋さんとか、はいはい、なんかラーメン屋さんとかに前あって、うんうん、でそれですりごまができるっていうやつ。なるほど。見たことないですか？見たことないと思う。いやちょっと調べてみないと分かんない。ちゃんと見ないと。なんかあれすごい好きで、あの感覚が好きで、うん、ガチャガチャしてすごい楽しんでます。分かる。すり鉢でごますりすりするの楽しいけどね。ああそっちもね。あれも楽しいよね。確かに。そんな毎日ごまを食べてる、最近食べてるってことなんですけど、食べ過ぎもよくないか気をつけてね。特にごまは脂質とカロリーが高いので、はい、食べ過ぎると脂質過多になっちゃいます。なので 20g のごまを食べると半分はの 10g 油なんで、目安として1日大さじ1、2杯、約 10g 程度がいいらしいです。まあトッピングとかね。そうその程度で。そうだからごまだけをせっせせっせとスプーンですくって食べちゃダメだよってことですそうですね、どん油になっちゃうんですね。そう油だからね、あれはね。はい、皆さんごまは健康に気をつけながらね、取りすぎは良くないので、はい、適度に取っておいてください、はい、以上ベジタブルナビ、今日はごまについてお話ししました。JA ナビ、 JA ナビのコーナーです。今日の JA ナビでは食品ロスについてお話ししたいと思います。はい、まあ、食品ロス、まあ、皆さん知ってると思いますけど、うん、まだ食べられる食品を廃棄しちゃうっていう意味が食品ロスなんですけれども、はい、FAO 国際連合食料農業機関、 F は何なんだろう、ファミリーふなんだろうな、わかんないですけど私英語ちょっと弱いんでまあ、その FAO の報告書によると、世界で廃棄されている食料は年間約13億トン、これは食料生産量の3分の1相当です。一方、農林水産省発表の日本で発生している食品ロスの推計値は約523万トン、国民1人当たりに換算すると毎日おにぎり1個、約114g の食品を捨ててる計算になります、うん、はい、ね、食べちゃえばいいのにねで世界ではね、10人に1人が栄養不足で苦しんでる一方、大量に食品ロスが発生している状況や、食料の多くを輸入に頼ってる日本で大量の食品ロスが発生している状況は解決するべき問題として対策が進められてます。確かにね、うん、なんで食料輸入してんのにロスしてんだよ。確かに入れてるのにね。まあ食品ロス削減が求められる理由はそういうのもあるんですけれども、環境汚染につながったり、処理費用の増大、まあ確かに処理するだけでお金かかりますからね、うん、貧困や食料不足につながるなどが大きな理由です。はい、ね、皆さん食べ残しはやめましょうってことと、うん、ね、最近はね、企業とかもよく、ね、クリスマスケーキとかおせちとか恵方巻きとかも全部予約になってるじゃないですか、はいはい、だからいっぱい作らない。うん、ね、そうですね。なんかでもスーパーとかはね、結構その薄利多売ってですか、うん、そういうのだから割とありますよ ね、うん、ねまだありますね、うん、けどやっぱりね、最近はね、あんまりいっぱいありすぎてもね、飽和の時代じゃないですから、もう、うん、少し引き締めてた方がいい時代ですからね。
何でもね食べるものありますからね今ね。そうありすぎてみたいな感じはありますよね。そうありすぎるけど、あの買ってる方が選ばなくちゃいけなくなってますからね。もう選べる、うん、そうですね。ないから食べろじゃなくて、うん、選んでこれがいいから食べるんですからね。うん、まあ、そんな食品ロス、食品メーカーや小売店、飲食店で発生する事業系食品ロス、日常生活の中で発生する家庭系食品ロスの2つに分けられるのは知ってますよね。ああ、そうなんですね。あ、そうなんですね。あれおかしいな。まあ、そう思うとやっぱ事業系が多いんでしょって思いがちなんですけれども、うん、令和3年度の集計では約523万トンのうち事業系が279万トン、家庭系が244万トンと、そんなに大きく変わらないんですよね。あ、確かにね、最初事業系が多分3分の2ぐらいで家庭系が3分の1かなと思ったら、そんなことなくて、うん、ほぼハーフ&ハーフみたいな。うーん、つまり私たちの意識次第で食品ロスの軽減は頑張れるってことです。はいね、あの家庭での食品ロスの発生理由には買いすぎや作りすぎなどの注意不足のほか、体調不良や子どもの食べ残し、いただいたものが余ったなど予測が難しいものもあります。ただ買いすぎや作りすぎを防げるので、少し意識してみるのもいいと思います。はいね、ついねスーパー行くと、あこれも美味しそう、あこれもいいかも、あちょっといつ食べようかな、これこんなにあっていつ食べようかなってなっちゃって結局ダメだったっていう時とかね。そうですね、今冷凍技術もあるしね。うん、いやもったいないなってそういう時思うんですよね。そう、後で気づいちゃう。そうわかる。なんかね、その食べたいの衝動に駆られると結局その日じゃ食べきれない。そうそう、で次の日はまた別の食べたいものがあったりして、そう、うん、これじゃないなみたいになって、うーんってやってると、そう、あもう賞味期限が迫っていたぜみたいないつ食べる今でしょっつって頑張って食べちゃうんだよね。うん、うっぷってなりながら食べる。そうそう、それだとね両者幸せじゃないですからね。うん、最近私防ぐ方法として、はい、自分で好きなもの買いに行くときに、うん、こう電卓、携帯の電卓を起動して、はい、これ食べたいなっていうのを買いつつ電卓で計算して、こんな値段になるのって思ったら戻すようにしてああね、何にも見ずに、うん、これも食べたい、あれも食べたいって言うとだんだん値段が結構上がって、そうですね、レジ行った時に、こんなになるのってなって、うん、これ買わなきゃよかったってなっちゃうから、うん、その前に自分で見える化させてる。あ、そうですね、その途中ならまだね、そう途中ならまだ引き返せるから買ってからじゃないからそうレジ通した後はちょっと戻せないじゃん、うん、だからそうやってちょっと自分を節制させてる。そうですね、そのちゃんと見極めるってことですね。そう、いや本当なんか最近食べられなくなってきて、その量を、年だよ、だからなんか年だよ、そのおかわり無料みたいなのあるじゃないですか、たまにそういうお店とか、だからもう最近はもうしない、そういうの。ご飯とかなんかもう一杯食べて、なんかもう一杯ぐらい食べられるかなって思うけど、もうやっぱ食べ終わる頃には、あよかった頼まなくて、わかるみたいな。わかる、なんかそれで結局食べ過ぎて車運転するの辛いってなりながら帰って、結局横になってそのまま寝るみたいな、よくわかんない生活しちゃ う腹八分目ってのは本当にそうだなと、なんかまだいけるぞぐらいで止めておくのが一番いいんですよね。そう、もうね消化期間もそんなにもう十分ちょっとね、うん、あの元気じゃないんで、ね、だからそうちゃんと自分のキャパシティをね、そう理解しとくっていうのもそのお店行くときもそうだし、お家で作るときもそうそう意識するべきことだなと思いますね、はい、お腹空いて買い物行くのとか、お腹空いてお店に入るの本当良くないんで、本当に良くないですね。だから車の中で一回ちょっと飲み物飲んだりとか少しだけね、あの胃に何か入れてから買い物したりね、うん、本当にお店に行ったりする。危ないですよね、危ない。仕事終わりの空腹とかでスーパーとか行っちゃうと本当良くない、本当に危ないんで、そうなんか買っちゃうんですよ、ね、分かる分かる、すぐ食べられるものとか買っちゃって、食べて家帰って夕飯作る頃にはなんかそんなにいらないみたいな、かな、そう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 、あれ食べたからだみたいなあるけどね、節制ができないんですよ食べちゃうんですよ、期間限定って書いてあると、ね、はい、
皆さんも食品ロスにならないように自制心を持って買い物行ってください。大事です本当に。はい、私みたいに電卓持ってね叩きながらやるっていうのはなかなかいい方法ですよ。はい、またあの企業の方ですね、あの会社とかは規格外食品を廃棄しないような工夫や需要に応じた柔軟な販売方法を取り入れたり、調理ロスを発生させない工夫や呼びかけを行ったり、あとは製造過程で食品をロスを防ぐ工夫や技術を取り入れるなど様々な工夫してるそうです。手前取りとかねありますよね、よくねやってるし、最近コンビニとかでもねなんか割引の品とか増えてきたっていうか、うん、分かる、割引つい、買っちゃうけどよくよく考えるとそんなでもないなんかね意外と賞味期限とかあるけどなみたいなのもあるんで、そうあれはね賞味期限の設定の仕方がある程度法律で決まってるから仕方ないんですけどね、だからそういう企業努力を認知しつつ、はい、私たちも協力できるところは協力してって食品ロスを防ぐのが重要ってことですね、はい、はい、みんなお腹が空いた状態でスーパーとかレストランに行かないようにしてください。はい、以上 JA ナビ、今日は食品ロスについてお話ししました。暮らしナビ、あなたの暮らしの応援団。 JA 暮らしナビ、あなたの暮らしの応援団、お別れの時間となりました。ここで JA 沢伊勢崎から女性部部員募集のご案内です。現在 JA 沢伊勢崎では女性部の部員を募集しております。館内在住の女性の方でしたら誰でも加入できます。1年を通して料理教室、手芸教室、体操教室などの楽しい行事やハイキング、グラウンドゴルフ、旅行、寄せ植え教室などの交流を深めるイベントを行っています。他にも味噌、こんにゃく、漬物などを作ったり、地域の産業祭に協力や参加をしたりしています。みんなで協力しながら楽しい活動をしていますので、気になる行事やイベントがありましたらお気軽にお問い合わせください。女性のパワーで地域を明るく照らしませんか？女性部一同、一緒に楽しむ仲間をお待ちしています。加入の申し込みは、各支店窓口、または本店企画課、電話番号 0270-273033 までご連絡ください。さて、JA 暮らしナビ、今週の放送はここまで。次回は11月2日の土曜日午前10時30分からの放送です。 JA 暮らしナビ、あなたの暮らしの応援団、お相手は JA 沢伊勢崎の吉田と梶塚でした。また来週。